肥満の目安となる BMI とはボディマス指数とも呼ばれ、体重と身長の関係から算出される肥満度を示す体格指数のことで、体重割る身長の2乗で求めることができます。 BMI の計算式は世界共通ですが、肥満度の判定基準は国によって異なっています。日本では BMI25 以上を肥満としています。これは日本肥満学会が定義した基準で、日本人は BMI25 を超えたあたりから体糖尿障害、脂質異常症、高血圧といった合併症の発症頻度が高まることが理由です。また子供には BMI ではなくガウプ指数、学童にはローレス指数が用いられます。次に世界の肥満人口について説明します。世界的には過体重の人は約22億人、世界人口の約3分の1で、肥満に該当する人は約7億1200万人で、子供の約 5%、成人の約 12% が肥満であると推定されています。また人口の多い20カ国の中で成人の肥満率が最も高いのはエジプト 35% で、子供の肥満率が最も高いのは米国 12.7% と報告されています。次に日本での肥満の割合を説明します。厚生労働省国民健康栄養調査結果の概要によると、20歳以上の肥満の割合は男性 30.7%、 女性 21.9% となっています。年代別に見ると、男性では40歳代が 35.3% と最も高く、次いで60歳代が 34.1% となっています。一方女性は年齢が上がるにつれて肥満者の割合が高くなり、70歳以上で 26.5% と最も高くなっています。肥満者の割合は男女ともこの10年ほどほぼ横ばいで推移しています。次になぜ肥満が怖いのかについて説明します。一つ目は、肥満になることで糖尿病や高血圧、脂質異常症、心血管障害、脳梗塞、脂肪肝、ある特定のがんなどの罹患率が上昇するためです。二つ目は、肥満が死亡率の上昇と関連しているためです。世界4地域のメタ研究では、死亡率は BMI20 から25が最も低く、これより BMI が低い集団、高い集団でも死亡率が上昇しました。さらに BMI25 以上の集団では BMI の増加に比例して死亡率が上昇したと報告されています。次に治療が必要な肥満の患者さんをどのように発見するかについて説明します。まずスクリーニングとして BMI25 以上を評価対象としますが、 BMI は脂肪を直接測定しているわけではありません。例えば筋肉質の場合も BMI は高くなります。日本肥満学会では BMI25 以上を満たし、内臓脂肪面積100以上もしくは健康障害をすでに有している患者を肥満症と定義し、医学的に減量を有する病態として認識することを推奨しています。では次に肥満による健康障害の中身について説明します。肥満は高血圧や糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病に関連しているだけでなく、非常に多くの病気のリスクとなることが分かっています。アルコールを飲まない人の脂肪肝には、病態の進行しない単純性脂肪肝と肝硬変へ進展するナッシュがあり、後者は進行すると肝移植以外の有効な手段がありません。高度な肥満は睡眠時無呼吸症候群や肺胞低換気症候群などの呼吸器疾患のリスクともなります。また体重増加によって膝や腰に負担がかかり、整形外科的な疾患の罹患率も上昇します。肥満は深部静脈血栓症のリスクとなります。また胆道がんや大腸がん、乳がん、子宮内膜がんといった特定のがんの罹患率増加とも関連しています。他にもここで詳しい研究内容は説明しませんが、認知症との関連性も報告されています。肥満は病気のリスクとなるだけではありません。ボディイメージに対するネガティブな評価やそれによる不登校などの
心理社会的影響や日常の心肺活動が制限される機能制限も問題となります。多くの医師は肥満が万病のもとになることは知っていて治療することが大事であることも認識しているのですが、それでも患者さんに肥満の治療を勧める医師はごく少数です。それには外来での時間的な余裕がないこと以外にも以下のような理由が考えられています。次に肥満と医療費について説明します。BMI が高い患者群ほど医療費が高くなることはいくつかの研究データで示されています。また肥満治療により医療費削減効果が期待されますが、費用対効果を取り上げた優れた研究報告は現在のところありません。ここまで肥満治療の障壁について説明しましたが、治療を進めることが無意味というわけではありません。多くの研究で医師がダイエットを進めることで患者自身の気持ちに変化が出てくることが明らかになっています。またプライマリケアが増加した地域では肥満率が減少したとも報告されています。さらに患者自身は主治医から助言を受けることを希望しているという研究報告もあります。今回のスライドに使用した参考文献です。